はい、始まりました。はるかと、みことの、ミルブロ。パーソナリティは、私、阿部、はるかと。こんにちは。みこと先輩で、お送りいたします。今月は、主に人気作品を取り上げていますよ。人気作品と言っても、アニメかマジかまでは、言ってないけどな。そこまで有名なのは、すでにいくつか取り上げましたからね。つまり、これから期待できるかもしれない作品ということかな。そういうことですね。では、今回のお題は？ワンワン物語、金持ちの犬にしてとは言ったが、フェンリルにしろとは言ってねー。です。転生ファンタジーでも特殊な部類だな。それでは、作品紹介を。過労死した社畜、オーガ・ミロウタは、死の間際に、生まれ変わったら、金持ちの犬にでもなってぐうたら行きたい、と願ったところ。女神によって異世界の犬に転生して、貴族の家で飼われることになり、くっちゃねのペットライフを満喫します。しかし、鏡に映った自分の姿が狼であることに気がつき、騒動の果てに、自身が伝説のマルー王フェンリルであることを知るロウタ。ペットライフを守るため、大事な飼い主一家と仲間たちを守るために、可愛い犬を装いつつ、巻き起こる騒動に立ち向かっていきます。と、言った感じでしょうか。人外転生ものと言ったところか。転生ファンタジーでも、人類じゃないですからね。動物や魔物、インテリジェンスアイテムに転生するものは、それなりにあるぞ。簡単に言うと、フェンリルに転生したロウタが、ペットライフを守るため、飼い主一家の困りごとを解決したり、モンスターなどを撃退していく話です。基本はギャグなので、シリアス展開になっても、力押しで解決していくのだがな。騒動を乗り越えるたびに、仲間も増えていきますよ。メアリお嬢様をはじめとする、貴族のファルクス家と、その使用人たちに加え、用心棒の女剣士、ゼノビア。メアリお嬢様の主治医でもある、魔女の、エカーテと、その使い魔の、猫型ホムンクルス、ナフラ。ドラゴンの、レンニ、ファロをはじめとする、魔老族などですね。飼い主一家や使用人たちは、基本不死やな愛なので、フェンリルであることがバレることはなさそうだが。ゼノビアには怪しまれているし、エカーテにはバレてて、騒動の解決に使われているがな。他にも、事件を解決するごとに、仲間や知り合いが増えてきますよ。新しめの話では、他にも数人&数匹増えているのだが、ネタバレしすぎもなんだしな。そんな感じなんですが、どうですかね？個人的感想ではあるが、コメディというか、ギャグファンタジーとしては、なかなか良いと思うぞ。ロウタ本人の意識と、周囲の評価とのギャップも、ギャグとしての見どころですね。それに、ご大層な使命がないのに、成り行きで世界の危機を救っていくパターンだしな。ちなみに、アニメ化については？小説もコミカライズもそれなりなので、なくはないかな。ストーリー自体は、展開がアニメなどに向いてそうだと思いますけど。人外転生ものは、まだアニメになってないはずなので、他の人気作が盛り上がればありかもな。なろう系アニメが、多岐にわたることを期待、といったところだろうか。またちょい人気作ですが、今回の配信はこのあたりで。ちなみに、この作品を検索したら、ディズニーの有名な映画も表示されていたな。カタカナとひらがなの違いがありますけど、検索だと、どっちも出ますからね。あっちの現代は、犬要素がないので、この作品が海外展開しても、間違うことはないだろうが。なお、
作品が更新されるタイミングは、書籍版刊行前あたりっぽいですね。そういうのは、出版社の戦略もあるだろうから。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次もよろしく。